皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は作ろうピッカピカの泥団子を作っていきたいと思います。こちらは100円ショップセリアで購入しました。面白そうなのでついつい買ってしまいました。それでは作っていきたいと思います。用意するものは水ですね。水は約 10cc、 小さいスプーン2杯ぐらいですね。そして下敷きか粘土板などの、まあ、ツルツルした板を用意します。そして新聞紙、こちらですね、新聞紙というかビニール袋でも大丈夫です。まあ新聞紙でもいいし。そして乾いた雑巾、以上です。それでは早速開けていきたいと思います。裏に用意するものが書いてあるので、わからない方は裏を見るとわかります。オープン、オープン。こちらのですね、一番初めのこちらにあった、こういう感じになってたんですけども、こちらの紙を外すと後ろにこんな感じで説明書がありました。これを見て やるといいと思います。ピカピカパウダー、こちらは泥団子をピカピカにする粉だそうです。すごい本格的だ、すごい。うわ、重っ。まあこれで以上なんですけど、こちら泥団子用地ですね。こちらは団子を作る土だそうです。こちらの一番の袋にスプーン2杯の水を入れて、ここを揉んで、ある程度色が変わったら粘土みたいな感じの硬さまで手で混ぜます。それではちょっとやっていきます。こちら開けるときに土が出ないように気をつけてください。結構ばらまっちゃうので、これ鼻で吸わない方がいいと思います。スプーン1杯のやつを入れていきます。結構開けてやった方がいいかもしれませんね。よいしょ、いっぱい普通の砂場の泥だ。よいしょ、はい、入れ終わったので、その後にチャックをグッて閉じて、ある程度色が変わるまで揉みます。空気ない方がいいかもしれませんね。なんかの方までよくかき混ぜた方がいいかもしれませんね。それでは取り出していきます。結構ドロドロになっています。あ、粉っぽいよ。あ、待って、これ普通の石だ。ここら辺にくっついてるの大変ですね、取るの。ですね、こちらですね、水をね入れたんですけど、こちらですね、スプーン2杯と書いてあったんですけど、ちょっとあんまり混ざんなかったので、結構調節しながら入れた方がいいと思います。本当の泥みたい。なんかね、手ドロドロになるよね。手もここでやっちゃってます。やばい、手が最近砂遊びしてないからね。よいしょ、ゴロゴロ落っこっちゃう。手が、こんな
な感じでですね、まとまりました。すごい、なんかですね、もみもみしてると結構硬くなってきて、もう今すごい硬いです。結構力入れても私もんでる。それでは形を整えていきます。まん丸の方がいいよ。まん丸にできました。こんな感じです。すごい、本当に泥団子みたいですね。そしたら2番の粉をトレーに出して、よいしょ、入れちゃいます。あ、これサラサラのやつ知ってる知ってる。このちっちゃい子砂場とかでこういう砂見たことある。それにこのさっき作ったまん丸の泥団子をまぶしていきます。うわ、くっついた。つけすぎないようにまんべんなくやってください。でも余計少なすぎるとダメですよ。きな粉みたいそうするとピカピカになるそうなんですね。すごい、本当に泥団子みたい。まあ本当に泥団子みたいってあんまり作ったことないんですけど、割れてる割れてる。こんな感じでつけられたら余分な粉を払っていきます。これ本当に机とかでちょっとすごい散らばっちゃうので、こういう台とかにやった方がいいかもしれませんね。この状態でこちらですね、30分から1時間置いておくと固まるそうです。それではちょっと待っていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで固まりました。ということでですね、周りにちょっと粉がついているので、そちらを落とすとなんとピカピカになるそうなので、ちょっとやっていきたいと思います。あ、結構落ちます。これ結構ね、そうしたらですね、少し取れたら5分ぐらいぐるぐるやってきれいにしていきます。優しくね。ということでテカテカになってきれいになりました。すごいですね。ですね、こちらは何日かまた置いてまた丸めるとまたテカテカになるそうなんで、また後ほど違うね動画で結果をご紹介していきたいと思います。1日目はね、まあこんな感じですね。結構ピカピカしてて、結構丸めると綺麗にピカピカになります。こんな感じです。今回は作ろうピカピカ泥団子を作ってみました。ぜひ皆さん見つけたらやってみてください。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。